YouTube をご覧の皆様、こんにちは。アルハウです。今日紹介するのはこちら、タランチュラアズール。はい、こちらのタランチュラアズール、こちらは、タランチュラというシリーズの、テキーラのリキュールになります。はい、この黒のマークが、印象的ですね。こちらのタランチュラ、そうですね、アルコール数は35度あるものでして、タランチュラというこのシリーズでも結構メジャーな、ものです。はい、で、こちらのタランチュラ、ブルーアガペという、植物を、原料にしてみたいでして、青色は特徴のテキーラのリキュールとなります。でシトラスの天然フレーバーを配合しておりますね。そういうことらしいです。ではちょっと、今日はこちらの、タランチュラアズールをいただきます。はい、完全な、テキーラではないですね。リキュール、いろいろ混ざってますからね、フレーバーが。はい、そうですね、テキーラって言ったら、よくサボテンとか言われると思うんですけど、アガペという植物から、作られております。こちらタランチュラってシリーズはね、一時的どうしても欲しかった時があって、最近ものすごく手に入りやすくなったなと思っております。でそこの、ストレートでいただきます。テキーラはな、よう一気飲みしてたな、若い時は。皆さんは一気飲みしちゃいけないですよ。テキーラに限らず、こういうお酒は楽しむもんなんで、もう若い子はそうやんちゃしてる人もいると思うんですけど、もう一気飲みはダメです。危ないです。で、それを一気飲みでかっこいいとか言ってる人はダサいです。やめてください。お酒は楽しく飲みましょう。味わいましょうね。こちらちょっと今、グラスに注いだんですけども、ボトルの色じゃないってことは分かりますね。もう液自体がもう青いです。テキーラにしてはテキーラもそう、スーッと結構飲みやすいお酒なんですけど、スーッとしてますね。ではいただきます。スーッとしてますね。ミント系というか、普通のテキーラよりもほんとスーッて、もう爽やかな味が通りますね。よくテキーラカーッと熱くなったりとか、もう度数、アルコール度数でグワーってなるかもしれませんけど、こちらはそのグワーってなるんですけども、スーッと涼しい感じになる。もう色も綺麗ですし、ちょっとテキーラが苦手かもしれないっていう人はこれもう、爽やかな味、もうスーッとするのが大丈夫な人だったら、飲めると思いますね。飲んだ後スーッときますね。非常に飲みやすい。これね、この状態もう冷やしてから飲んだらもっといいかもしれない。氷とか入れたらちょっと味薄まるので、もうこのボトルごと冷やしてからちょっとキューって、これ多分夏場で飲んだらもうすごい、もうスーッとくするでしょうね。今ちょっと、1月の冬に撮影しているもんですので、タランチュラアズール、こちらなんか今見たらオリジナルって書いてますね。やっぱこれからタランチュラっていうシリーズは始まったんでしょうかね。ちょっと自分もここのサイトのことをよく知らなくて、サイトじゃない、ここの、メーカーのことですね。前そのサイトって言ったのが、前ホームページをこのタランチュラのサイトを見たらすごいなんか、凝ってて、ちょっと雲の模様とか、その海外だとちょっと怖いとか言われてた記事を見つけてですね、タランチュラね、
タランチュラって人を殺す毒蜘蛛じゃないかって言われるんですけど、まあ、人を、まあ、その殺すようなタランチュラはほぼもうなんか世界で一例あったかないかっていうぐらいのもんなんで、タランチュラはそんな人を殺すぐらいの毒は持っておりません、うん、よく間違えればゴケグモとかあっちの方が危ないです。あの間違わないですよね。そのタランチュラであればその毒は弱いんです、もう弱いんですけども、ちょっと、まあ、ゴケグモとかああいう小型のちょっと、まあ、ちょっと系統は全く違うんですけど、あっちの方もものすごい、ちょっとあっちの方が怖いですね私は、うん、タランチュラペットとして飼う人もいますからね、うん、誰とは言いませんけどね。アルハルでした、うん、またぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。